阪神育成に福島県員がフレッシュ救援選出、阪神のドラフト育成に福島県員外野手20人が18日20日に行われるフレッシュオールスターゲーム姫路の出場が決定した。すでに選出されていた野口が出場辞退となったため、野口選手そろそろ壁に当たりつつか、疲労で本来のバットスイングができないか、オールスター戦前後は少し休めるので明けの試合が肝ですね。野口どないしたんやって思ったけど、今年はフレッシュオールスター1軍の試合の裏でやんので、そりゃ辞退するわな。いつもはフレッシュオールスターは1軍のオールスターの前日にやるのにね。20日は帯同している1軍公式戦優先、甲子園球場で広島戦がナイトゲームで行われます。福島選手このチャンスを生かして頑張れ。野口は1軍、広島戦で大暴れ期待しています。福島ケイン頑張れ。今週1軍の試合がある選手はそりゃ出ないよ。わら全然打てないから配下はまだ厳しいな。近本の後継者になってくれ福島ケイン。忍野口くんの代わりに福島くんになったのか。阪神勢みんな頑張れ。期待ですね。これは頑張ってほしいです。アピールのチャムスケイン頑張れ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。